はい、こんばんは。何事も浅く広くカメラなどのお話チャンネル山でございます。今回はシグマ FP で使用するマウントアダプターのお話でございます。私はシグマ FP にライカ M マウントレンズを使用することがあります。そういった場合、必ずマウントアダプターというものが必要になってきます。今まで使用してきたマウントアダプターはこちら、焦点さんのマウントアダプター、焦点 LM、L、SL マウントアダプター。ちょっと紛らわしいですが、まあ要するにライカ M マウントレンズを L マウントのカメラに装着するマウントアダプターになります。こちらまあ普通のマウントアダプターですよね。こいつとこちら、焦点さん、同じく焦点さんの LM の L、SL、ここにマクロと書いてあります。見えますかね、この辺かな、マクロと書いてありますが、こちらマクロが効くようになってまして、ここにヘリコイドがついてまして、マウントがほんの少しですが上下します。 4mm だっけかな、この 4mm の上下運動によりほんの少しマクロに撮影することができます。ライカの M マウントレンズは結構ねマクロ機能がないものが多く、まあ、もちろんレンジファインダーレンズですからね、最短撮影距離が70センチというのが標準ですかね。長いものだと1メートルというものもあります。そのようなレンズを使用する場合、近づいて撮ることができなくなります。テーブルフォトとか最近は撮る方多いと思いますけれども、そういったものはね1メートルも離れたらちょっと撮りにくいですよね。しかしながらこのマクロがついたマウントアダプター、まあ、ヘリコイドですねがついたマウントアダプターを使用すれば、テーブルフォトも座ったまま撮影できるぐらい近寄って撮ることができます。こいつはね意外と便利ですよね。ただここにヘリコイルがついている分、少し耐久性に問題があるかもしれません。あまり重いレンズを使用するとマウントアダプターが最悪曲がってしまったりとかのトラブルが発生する可能性があります。まあ、普段はこちらの普通のマウントアダプターを使用し、マクロ的に使う場合があるかなと思ったらこちらのマクロレンズを使うっていうのが正解かもしれません。そしてまあこの2本はね、このシグマ FP もしくはルミックス系に使うライカ M マウントのレンズをつけるアダプターになりますが、よいしょと。こちらは北斗レンダーさんの、こちらはソニーの E マウントをライカ M マウントに変更するマウントアダプター。こちらもマクロ機能がついてますが、ロックもあったりしますね。ヘリコイドは動かないようにロックをかけることも可能な、結構お高いマウントアダプターになります。こういったマウントアダプターから普通の北斗レンダーの、こちらはマクロ機能がないものですね、 E マウントカメラに M マウントレンズをつけるアダプター、それから最近流行りですよね、オートフォーカスが効くようになるマウントアダプター、こちらもソニー E マウントのカメラにライカ M マウントのレンズを取り付けるものになります。これめちゃくちゃ便利なんでね、ソニーのカメラを使っている方は購入をおすすめいたします。私ね今ソニーのカメラないんでね、どうしようかなこれ。一応ね3つありますね、ソニー E マウントのカメラにライカ M マウントレンズをつけるアダプター、それからねまだあるんですよね、これ。こちらはレイクウォール、まあレイクウォールなんですけれども、マイクロフォーサーズのカメラにライカ M マウントレンズをつけるマウントアダプター。最近全くマイクロフォーサーズのカメラは購入してないんですが、なぜかマウントアダプターだけは残っています。もう一個ありました、またねこれ L マウントのカメラに、これはタクマとかのねレンズを取り付けるマウントアダプターですね。まだ、そしてこれはマウントアダプターとは厳密には言いませんが、先ほどのマクロにするってありましたよね、マクロレンズ的にヘリコイドで伸ばしてマクロレンズ的に使うという機能ありましたが、そういった機能がないマウントアダプターでも近寄って撮るように使うアダプターですね。例えばこういった普通のマクロ機能がない M マウントレンズアダプターに、
重ね付けすることにより、こんな感じですね、ちょうどこの厚み分伸びますので、マクロ的に使うことができます。10ミリね、長くなるとね、ほんと超マクロでしか使えなくなるので、本当から言うとね、5ミリから4ミリあたりがいいような気がします。私が持っているものは、10ミリと8ミリというものがありますね。他にもいろいろ種類があるので探してみてください。ただあんまり薄いとやっぱり工作性的に無理があるのか、あんまりないような気がしますね。そして今回購入したのはこちら、 TT アーティザンさんの L マウントのカメラにライカ M マウントのレンズを取り付けるアダプターになります。真っ黒でかっこいいですよね。あ、これシリアルナンバーも入ってますね、珍しい。こんな感じで462-00-462とシリアルナンバーが入っています。映っかな、映ってますかね。珍しいですよね、シリアルナンバー入りのマウントアダプター。ちょっとこちらと比較してみましょうかね。じゃあ焦点さんのマウントアダプターと比較してみます。マクロ性能があるものはとりあえず置いときまして、性能がない方とじゃあ比べていきましょう。はい、こんな感じですね。焦点さんの方のマウントアダプターは銀色に黒色のブラックの縁取りがあります。こちらね、手に馴染みやすい感じに刻みが入ってます。そして一番カメラの方はシルバーのところに焦点と入ってますね。対する TT アーティザンさんのマウントアダプターは真っ黒で、ここに T と入ってるだけですね。 TT 兄弟ですな。そして裏側も真っ黒ですね。ただこの赤ポッチが裏側にしかないのでちょっと見づらいかも。あ、表にもありますね。微妙にずれてるけど、まあ分かるっちゃ分かりますね。ボタンは金色、こちらは普通のボタンシルバーですね。こうやって見るとね、高級感違うなって感じがしますね。実際はこっちの焦点さんの方がお高いんですが、なんとなく TT アーティザンさんの方のがお高く見えます。裏の工作精度もなんとなくですけども、 TT アーティザンさんのが綺麗な仕上がりになっているような、このあたりはちょっと比較が難しいですが、素人にはそんな感じがいたします。じゃあ取り付けのね、スムーズさ比べてみたいと思います。まずは焦点さんの方から。はい、はまりました。結構ねきついですね、キツキツですね。押して脱着するときも押して、このマウントアダプターだけだと結構硬いです。レンズを取り付けておいて、レンズごと外してからレンズとマウントアダプターを外した方が良さそうなぐらいの硬さがあります。対するじゃあ TT アーティザンさんの方を見ていきましょう。よいしょ。あ、スムーめちゃくちゃスムーズですね。めちゃくちゃスムーズに脱着できます。これはいいですね。しかもなんか一体感ありますよね。マウントに向かって斜めに切り込みが入っているので、非常にスムーズというかデザインが洗練されて見えます。これいいな。脱着も非常にスムーズです。このあたりね、個体差があるかもしれませんが、私の持っているこのアダプターは結構スムーズに脱着が可能であります。ではせっかくなんでレンズもつけてみましょうかね。よいしょ。 TT アーティザンのマウントアダプターなので、レンズも TT アーティザンさんの 50mmF0.95 用意しました。めちゃくちゃ重たいんでね、このレンズを取り付けるとき、マクロ機能のあるマウントアダプターだとね、ちょっとね壊れないかとヒヤヒヤしますので、こういったねマクロ機能がないマウントアダプターに使用するようにしています。はい、こんな感じですね。やっぱり純正と言っちゃうんですけど、レンズとの純正のマウントアダプターなんで、すごくまとまりがいいですよね。特にこのマウントアダプターの接続部分、分かりますかね。 T の文字にここへっこんでまた膨らむっていうね、このデザインがいいですよね。やっぱり TT アーティザンさんのマウントアダプターいいですね。このレンズがね、本当工作精度というか良かったので、マウントアダプターも問題ないだろうなと思って一緒に購入したんですけども、素晴らしい工作精度です。
何気にねこのレンズもねマウントの部分金色なんですけども、こちらのマウントアダプターも金色のボタンになってますね。見えますかね、うん、このあたり統一性があっていいのかもしれませんね。じゃあせっかくなんで焦点さんの方のマウントアダプターにもつけてみましょうか。焦点さんのマウントアダプターをカメラに取り付けます。よいしょ、やっぱりちょっと硬いですね。よいしょ、そしてカメラの方にレンズを取り付けていきます。はい、こんな感じ、うん、こんな風にねちょっと段差ができるんですよね。このあたりまあこのレンズは特に見づらいのであんま関係ねえよという方もいると思いますが、まあ、実用的には問題ないですしね。ただなんていうんですかね、統一感としてはちょっとかっこ悪いかな。やっぱデザインはねこちらの名称工学さん TT アーティザンさんの方がいい気がしますね。しかも脱着もスムーズだったんで、ただ問題はねこれ使ってるうちにねゆるゆるになってきちゃうってことはないといいんですが、今のところね新品状態ならめちゃくちゃスムーズにできるのでおすすめします。値段もねこちらの焦点さんより若干お安く購入できますので、コスパ的にも良いと思います。私的にはおすすめしますね。もう1個買ってもいいぐらいですね。色はブラックしか購入した時は見かけなかったのですが、シルバーのねマウントアダプターも見かけたので、ひょっとかするとどこかでは販売されているのかもしれません。よかったら探してみてください。こんな感じでねマウントアダプターの世界もねすごくね細かいので、皆さんも楽しんでいただけるとありがたいです。また M マウントレンズだけではなくてね他のねレンズのマウントアダプターもありますので、そちらの方も使ってみてください。このチャンネルではこういった検証とかレビューあるいは雑学雑談までいろいろやっていこうと思ってますので、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またツイッター、インスタグラムもやってますのでフォローよろしくお願いいたします。それにしてもこれいい買い物だと思います。おすすめいたします。ではでは。